久保さんおっさんの財布とかにしましょうか。おっさんの財布。まあ僕ね、もう、なんですか、まあおじさんっていう年ですよね、40なんで。で、今まで僕、あの、ファン向けにですね、僕が所有していたものを、Yahoo、吉谷オークションみたいな感じでやってったんですけども、財布がですね、実は財布が定価より高く売れるっていうね。 あの原章。定価と一緒かな定価と一緒ぐらいか。うん。買った時と同じぐらいで売れたかな。うん。そう。あとね、結構2、3個売りましたね。うん。まあまあいいお値段で。うん。だから何すかね。あの、売れますね。そう。で、なんで売れんのかっていうと、その、 まあもちろんその、なんだ、その、僕がこう発信してるっていうのが前提条件だと思うんですよね。まあ久保さんもずっと常にやっぱ発信してるから、あの、見てくれる人がいるし、発信してないと、そもそも見て見れないじゃないですか。で、プラスやっぱ知識っすよね。悩み事とか、その、なんですかね、まあ精神というか思考というか、うん。 まあ辛い時とか、まあ日々発信してることによってどういうことが起こるのかっていうと、まあしんどいなとか、まあ、モチベーション下がったなと思った時に今日も投稿してるんですよ。結構これ言われるんですけど、あ今日も吉谷さんのなんか動画を見てモチベーション上げてます。で、上げられる理由としてはまあ日々投稿してるからですよね。うん。だからまあ悩み相談に乗らなかったとしても、 別にトゥードゥのことが結果的に何か影響を与えてる。モチベーション維持だったりとか。で、プラスそのご相談ですよね。直接その悩みとかそ相談するみたいな。だからまあずっとその、なんだ、見ていただけるっていう傾向ですよね。だからそのなんか表面的なところに頼ってしまうと結構きついですよね。表面。だからね、億万長者合宿でもうち、うちにあるものみたいなね。 家にあるものみたいな話を結構しますけど外じゃなく、まあ、外もね大事なこともあるんですよそのやっぱ外見9割みたいにね料理もねやっぱ汚い盛り方より綺麗なお皿に盛ってた方が美味しく見えるじゃないですかだからその外見も大事じゃ大事なんだけども一番大事なのはやっぱ料理でもねまあそうすげえ綺麗な皿に盛られてて すげえおしゃれに盛られても食った瞬間クソまずかったらそれは本末転倒な部分あるじゃないですかだからどっちが大事かっていうと人は外見から入るんだけど見た目から入るんだけどその1割が結局その胃袋をつかむかつかまないかみたいな話ですよねうんだから僕はだから1割で勝負するためにまあこういう発信の仕方ですよね久保さんと同じようにそのねただ脳編集でね、まあ、基本 YouTuber の人って編集結構すると思うんですけど、まあ、編集せずに喋って、それだけでいくっていうね、基本。うん。まあ、それでやってますけど、うん。それでもできる理由はそういうとこかなと思いますね。いってらっしゃい。